オリビエ・グルヤールはフランスの元レーシングドライバー。1989年から1992年にかけて F1 に出走していた。1981年よりレース活動を開始、多くのドライバーが幼少、少年期頃からレース活動を始めるのに対し、この時点ですでに23歳だった。1984年にフランス F3 選手権を制した後、 国際 F3000 を経て1989年に F1 デビュー。31歳と比較的高齢での F1 デビューとなったが、当時はフランス期待の星とされていた。理事から出走。予選落ちも4度喫するなど、チーム低迷期古海グリッドに渦漏れることも多かったが、ベテランのルネアルヌーを予選成績で12勝4敗と圧倒し、時折10位11位等の高グリッドにもつけていた。 決勝でも4度のシングルフィニッシュを記録し、内第7戦フランス GP では6位入賞。最終的には、これが F1 キャリア唯一の入賞となった。1カー体制となったオゼ・ラニー席。前年以上の会チームから参戦となり、2回の予備予選落ち5度の予選落ちを喫したが、過半数は決勝まで進出。特に開幕戦アメリカ GP では、8番手グリッドに、 つけファンや関係者の目を引いた。決勝では、第5戦カナダ GP、最終戦オーストラリア GP での13位が最高となった。1991年も、フォンドメタルに解消した旧オゼラチームから出走。予選は愚か、予備予選の突破も困難な状況となったが、初めて予備予選を突破した第6戦メキシコ GP では、そのまま、 予選10位の高グリッドで決勝に進出。第7戦フランス GP でも2戦連続の予選突破を果たすなど、第13戦ポルトガル GP 終了時点で、計4度決勝に進出していたが、ポルトガル GP 後に突然解雇を言い渡され、チームは公認としてガブリエル・タルキーニを加入させた。一方的に放出されたグルイアールは、チームに見解を求めるも取り合ってもらえず、 第14戦スペイン GP には、それまでタルキーニが在籍していた AGS から参戦。チームはそのレース限りで撤退したため、結局 AGS からの参戦は一戦のみとなった。1992年はティデルにシートを確保し、それまでより、はるかに上位のチームからの参戦が実現。それまで予備予選通過も、ままならないマシンで、時折上位グリッドに食い込んでいたことから、 良いマシンに乗せれば早いのではと考えていた人物も多かった。しかしチームメイトのアンドレアでチェザリスに対し予選では2勝14敗。決勝でもチェザリスが8ポイントを稼ぎチームをコンストラクターズ選手権6位に導いたのに対し第5戦3割の GP での8位が最高のノーポイント。リタイアも終盤の7戦連続を含め経営12度記録し速さ 安定性とも、デチェザリスの影に隠れる結果となった。最後の出走となった第16戦オーストラリア GP では、スタート直後に、ピエル・ルイジ・マルティニとジョニー・ハーバートを巻き込みクラッシュした。開幕戦南アフリカ GP で、予選12位につけ、雨の第4戦スペイン GP で一時5位に浮上する、と、見せ場も皆無ではなかったが、結局この年をもって、 F1 から姿を消すこととなった。F1 を去った後は、カート、FIAGT 選手権など様々なレースを転々とした。全日本 GT 選手権にも出場経験があり、1996年のオールスター戦にトヨタチームサードの伝送サードスープラ、GT で出場し、翌1997年の開幕戦にも、同チームから出場し2位を獲得した。しかし、 第2戦からは谷川達也に交代し、以降は参戦していない。周回遅れの時にも優勝争いやポイント争いをしているドライバーに進路を譲らないことから上位ドライバーからはよく怒りのポーズを掲げられることがあった。また弱小チームに所属していたため車も性能が悪く、よくエンジンブローを起こし、コース上にオイルをよく撒き散らすシーンが見られ、 頻繁に後続者に迷惑をかけた。日本でのテレビ中継では、こうした行為や様子に対して、古立一郎から、周回遅れの天才ブロッカーや、ミラーを見ない男、妖怪スまし、F1 回のヘビースモーカー、かつてのチームメイトであったルネアルヌー譲りの荒く、強引で一人よがりのドライビング、一度早いマシンに、乗せてみたい、ドライバーの一人、チームメイトのチェザリスは、 かつての小足や、グルイアールは、現在の小足屋などと、揶揄されていた。予選中に、進度の問題で、ピットに怒鳴り込んできたナイジェルマンセルの胸ぐらを掴んだ、唯一の男でもある。また、鈴鹿の大浴場が大好きで、毎回日本 GP を楽しみにしていたという。ただし、決勝ではスタート前のエンストで最後尾に回され、グリッドを不意にしている。予選進出は、その4度に、 第11戦ベルギー GP を加えた5度。フォーミュラワンリジクス、ザ・ホワット・ミラーズ、アワード3、オリビエ・グルーヤーの項目。ありがとうございます。